ゆりちゃん、見てくんね。ゆり、見てくんね。ゆり、ゆりちゃん、見てくんね。ゆりちゃん、あー、しまったー、しまった、もう。出たあかんやん。はい、皆さんおはようございます。シミロックです。本当にいつもありがとうございます。こんなね、もう人生積んだおっさんの動画見てくれてありがとうございます。いやー、あのね、もうほんまね、体が重い。マジで最近ほんまね、なんかもうしんどい。昨日もね、夕方4時ぐらいまで実践して、ほんで何チャリで帰って、ちょっとプランクとか腹筋とかちょっとやったんすよ。ほんならもうね、もう動かれへんぐらいしんどなってもうて、30分ぐらいもう汗だくなりながら横なったんすよ。ほんま体偉くて、もう嫌やね、40にもなったら。ほんでもう晩飯も軽めにしたんやけど、あんまり体重も減れへんしね。あ、でもね、あのあれですよ、成功してますよ、ダイエットは。念願の68キロ台目標やった。はい、今ようやく来ました。いやでもね、ほんでそっからご飯作って、ほんでご飯食べながら動画編集して、で、まあ、1本仕上げたけど、もうね、ほんま疲れ取れないっすわ、ほんまにね。えだからもうジジイやから、もうこうやってもうこんなビタインゼリーのミネラルとかね、もう買うようになりましたわ、ほんまね。はい、まあそんなわけですね、6月30日水曜日でございます。いつものお店、月末ラストの戦いということでして、まあ、最近はもう絶不調でございます。はい、もうここ何回かで、ね、結構ね負けちゃってるんで、今日は取り戻したいと。で、あのバラエティコーナーの示唆が今日出てるんですよ。まあ、6号機のね、AT、ART がメインなんで、ちょっと自分には縁がないかなと思ってたんですけど、ちょっとワンチャン見てみて、設定位置でも 100% 超えっていうののチャンネルですけどね、今日は例外で、はい、ちょっと見てみて、もしなんかほんま良さそうやなと思ったら、まあ、そっちも申し訳なく、私の全身全霊のパワーを皆さんにお届けしたいなと思います。で、ちょっとやっぱりいつも通りやろうなと、もう朝の直感で感じることができたら、もういつも通りのディスクアップ、ディスセントというわけで頑張っていきたいと思います。はい、それでは早速中入っていきたいと思いますんで、今日もよろしくお願いします。おっす。言ってたあのバラエティーコーナーちょっと見てみますわ。この北斗の剣も一回打たなあかんすよね、じいさんや言うていじってんのにね。あー、ちょっとやばそうやな。一人しか座ってないっすわ。あー、これはちょっと厳しいんやろうな。みんな座ってないもん、専業の子も。あー、座ってないわ。もう座ってんのこの子らだけですわ。もう座ってんな、こんなとこに。ゆりちゃん、こんなとこおった。あ、ちゃうわ。あー、まあこの様子から察するに、ちょっとねえ、まあガセではないんやろうけど、ちょっとやばい。どうなん、今日バラエティのコーナーやばい。なんかシーサーあったやん。わからんよな、回さないな。あやろな、回してやん、適当に。あ、そうなの。こうやってわからんけど、楽はします。あ、そう。これ好きやね、猛獣を。やばいよな、でもな。なあ、6でもやばい。なあ、やばいよな。ほんま。でも6入っとったの。22。あ、そう。鬼浜やばい。あ、デビルはやばい。あー、横の引きがいる。ハイエナするだけのないやつ。なるほどな。あー、まあ、あのガチ専業の子はこうやって教えてくれたんで、もうちょっといつも通りにしますわ。ごめんなさいね。ただの日暮らしはちょっとどうかなと思ってるんで、はい、まあ、ディスクアップちょっといきます。おっす。今日は2セット。そうじゃない。
浜ということで。いやこれ昨日の据え置きでしょ。そんな意味も希望もないしね。やめやめや。さすがにね、今日一のディスクワークの示唆もあるんで、このリセットされてる中から選びますわ。これ、まあある程度毎日ちゃんと稼働してるし、でまあマイナス1500ぐらいか、これね、リセットかかってるんで、今日これいきたいと思います。まあやっぱりプロの意見としましてはね、あんまり動いてる、あんまり動いてない台選ぶよりね、やっぱり常にあの稼働が、はい、それではですね、ランスに通せるか入りたいと思いますが、私も進歩しまして、スマホアーム使ったらここ画面揺れするんですけど、今日三脚持ってきてるんで画面揺れしないというね、素晴らしい。褒めてあげてください。コメントお待ちします。なので音量がある程度でかくても今日は大丈夫です。いや今日は一応ね、一応まあ設定狙いですよ皆さん。まあでもね、月末やしね、厳しいんちゃうかな。まあやれるだけやります。おっ、おうおお、めっちゃ遅れたぞ。大丈夫か、こうへんのかい。今度はあの日暮らし2打ってみますね。後ろにあるんでね、でも出てんの見たことないんすよマジで。で恥ずかしながらね、全然勉強できてないんですよ、ほんまね。YouTube 見てたらもう途中寝てまうぐらい疲れててね、昨日も。まあでもですね、ちょっと日暮らし2はちょっと やります。わさびさんの動画見てて、なんか ややこしいね、あの台でもなんか大変やな、この台覚えんのって思いながら寝てしまったんですけどね。おっ、うそ、久しぶりやで、これ久しぶりに見ました、マジで。いやー、やっぱいいですね、中段は。ありがとうございます。レギュラーかなー、やっぱ朝一はね、きっちり強制解除目はね、ネジネジしてラスト。これはディスクアップの一つの儀式みたいなもんなんでね、皆さんもぜひとも真似してみてください。えぐい、えぐいって。ゲーム近く回して共通9枚約3回って1や。やめやめや、こんなん。2回目の台ドアです。
いや、何個か持ち玉で当たってほしい、マジで。もうね、おっと、来たんちゃうか、作戦成功か。まあまあまあ、なんとかね、持ち玉で当たってもらわないとね。どうも投資が膨らんでるんで、やばいっす。お、作戦成功しました、皆さん。各1ゲームです。ありがとうございます。よかった。やっぱりね、変にね、ああ恥ずかしいやつやってもうた。変に固執しちゃダメなんですってね。フットワーク軽くいかないと。まあ、とにもかくにもビッグボーナスを引き当てました。ありがとうございます。グビドリルすな。くるみちゃん、来るのか。くるみだけに。おお、いやー、皆さん、くるみがやってくれました。本当にありがとうございます。まさかのレギュラーではないですよねと。おー、レギュラーや。おい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 、大丈夫か。いや、子役めっちゃええんすよ。そんなんね、100、200じゃもちろん分からんけど。ペラポン来ました、来ました。ゲチなんじゃないます。あー、どういうこと、どういうことですか。どういうことやの今のは。ゲチな育って欲しかったですね。出やねん。マジで心臓止まりましたわ。ねえ、で行ってくれたら一枚ですかね。
ー、びっくりした。じいさんのね、何が揃っちゃいましたよ、こいつ直線に。見てください、この長さ。今カメラ消そうと思った。手が早すぎて止まらなかったです。びっくりした。明らか滑ったもんね今。さあ乗ってきたぞ。またしてもじいさんのプロビカリです。ありがとうございます。よっしゃ、いざっくりまたっぷり詰めちゃうぞ。5連チャン。おはようI'm gonna go get my money.
おい当たったやったぜ。そんなにはまらんで、これはいけるでしょ、さすがにね。もう普通に戻ったらやばい。いけるオーケー、しょうちゃん。これは木なんじゃないですか。白です。いや、わからんね。まだまだわからんね。乳首ドリルすな。今日ほんまに負けたないんで、やっていきますか。何おかしいんちゃうか。実戦終了です。もうね、打ちながらね、もうね、寝てました、マジで。ほんまに眠たい。もうね、ダメですね。もうね、もう体にね、なんかほんまもう疲れが溜まってますわ、マジで。もうね、しんどい。今日はもうね、帰って今何時、今4時半。もうね、今からチャリンコ約10キロこいで、今日も風呂入って寝ますわ。もうマジで限界です。6時間回してマイナス12枚ってね、アホですよね。うん、せーの。やっぱ体が資本ですね、ほんまにね。お風呂入ってちょっとね、ゆっくりして、ゆっくりっちゅうか、もう風呂入ってもう今日は寝ますわ。はい、ちょっと明日ね、月初やし、明日やっぱ休むわけにはいかんのでね、明日ちょっと日暮らし打とうかなと思ってるしね、まあ、これまた帰ってすぐ寝たらね、日暮らし勉強する時間もないんやけどね、まあ、それよりね、背中張ってるしね、眠いしね、体重いしね。はい、いや残念。何が残念って、もう自分が残念ですわ。残念な10歳ということで、今日は帰ります。お疲れ様でした。なんだとじいさん、たまには男2人でお風呂に入りたいだと。ほう、そうだな、たまには男2人風呂に入るのもいいかもしれんな。だがな、しきる。ありがとうございました。